はい、皆さんね、今まで生物総合実践攻略夏の陣で演習問題をね、15問やってきましたと、ね、15問やってきました、ね、なかなかしんどかった問題もあったと思います、ね、でも、まあ、やりきったわけですからね、あとはね、しっかりね、復習しておくことですね、はい、授業終わったらすぐ復習してほしかったんですけど、まだもしかしたらね、やってないよっていう人がいればね、しっかりとね、復習しておいてください。はい。で、これからですね、これから、まあ今これとりあえずね、まあ夏に受けてほしいよって言ってましたから、まあ夏に受けてくれてることでしょうね。もうね、これ全部ね、受け切ったらもう大体もう夏終わりですね。もう8月後半とかなってると思います。ね。で、もう夏、もう終わりだなぁと。ね、夏も終わって、ね、ここからね、まあ秋、ね、9月、10月、11月、12月、1月、で、センターがあって、で、2月、国公立、みたいなね、流れになってる人、まあ、多くいらっしゃるかなと思いますね。まあ、私立の人だったらね、まあ、そのセンターのところね、もう、センターすっ飛ばして、で、そのままね、2月の頭とかに私立の入試とかがあったりすると思うんですけど、まあ、それまでにね、とりあえず、まずね、冬、12月までにやってほしいこと、12月までにやってほしいこと、っていうのは、まずね、今回扱った問題はね、一番最初に言いましたけど、よくね、入試問題、最近、本当に最近ね、よくよくね、問われるような内容、ね、ホットな話題ですね。ホットな話題を中心に扱っていきましたから、ね、過去問ね、これから演習したりとかね、過去問演習とかね、まあ問題演習をね、まあ日々ね、ちょろちょろやっていくと思うんですけど、その時にね、今回扱ったような内容が、まあ出てきたら、ね、出てきたらね、あー、こういう内容やっといた方が、こういう内容ね、ちゃんと、頭のこういうとこっていうふうにね、ちょっと意識をしてね、まあ問題を解いてもらったりとか、その問題解いた後にね、まあ復習してもらったりとかしたらいいかなと思いますね。まあそれがまず1点目。ね。で、まあ生物ね、まあ得意、不得意な人はね、まあそういう感じにしてもらえればいいんですけど、ね、生物得意な人ですね。生物得意な人。生物得意な人はね、まあ、果敢にね、難しい問題にチャレンジしてほしいなと思います。ね。今回のね、生物総合実践攻略、夏の陣で扱った演習問題15問はね、まあそんなにほどね、まあレベル高くないなーって思う人、まあ割と、割かしね、いたりするかなと思うんですけど、まあそういう人はね、まあぜひぜひね、難しい問題にチャレンジしていただきたいというわけですね。で、まあちょっとね、番宣じゃないですけどね、僕、生物難問攻略という、生物難問攻略っていうね、授業やってます。難問攻略。これね、2014年の、まあ、入試問題の中から、ああ、なかなかね、いい問題だなとかね、骨のある問題だなと思った問題をね、まあ選抜してますから、ね。まあ得意な人、生物得意な人はね、まあこれを受けてもらえたらいいかなと。まあこれに、これにしてはね、指示は、まあこれのね、イントロダクションで、この生物難問攻略のイントロダクションでしっかりしてますから、ね、それを聞いてもらって、それ通りにやってもらったらいいです。ね。で、まあ、生物ね、ばっかり、まあ今宣伝してますけど、生物以外もね、しっかりやらないといけないですね。まあこっからね、まあ生物ばっかり、ね、生物ね、生物不得意だって言っても、生物不得意だって言ってもね、生物の、まあ、入試における配点なんか、まあ正直言っちゃありですけど、少ないじゃないですか。ね。まあ例えば北大だったらね、北大だったら英語が150点。数学が200点。あ、イングリッシュマスですね。イングリッシュマス。で、僕は科学と生物だったらね、科学ケミストリーが50点ですね。50点満点。で、生物が150と。これ生物重点ね。生物重点だったらこんな感じになりますから。ね。で、こんな風な相手になったわけじゃないですか。これ、上2つ足してみてください。これ上2つ足したら350ですよ。350。で、全部で何点かなーって言ったら、350に550ですよ。550。ね。全部の550のうちの150点しかないんですよ。生物。英語と数学合わせたらこれ、350ですよ、ね。しかもこれ、どこの大学でも使うような英語、数学、理系だったらね。ですから、英語と数学ね、しっかりやっておいてください。英語と数学。ね。生物のね、授業の終わりのくせにね、なんで他の教科の話しんねやと思うかもしれないですけどね。英語と数学しっかりやっておいてください。ね。で、まあもちろんね、センター受ける人っていうのはね、あとね、国語入ってきますね、国語。国語ね、国語やりますから、この国語もね、しっかりやっておいた方がいいと思いますね。
まあ僕が言える立場じゃないと思いますけどね、国語に関しては。国語も英語もね、僕言語ね、言語下手、言語できないので、言語。言語。もうね、言語って大きな括りで、もうこれが全部全体的にダメなので、僕は。ね。まあ英語とね、国語、しっかりやっとけばね、まあ失敗しづらいんじゃないかと。特に英語なんかは、ね、英語もね、センターで、ね、英語も国語も数学もこれ配点重いですよね、全体の。配点重いですから、しっかりやっといた方がいいですね。まあそしたらね、センターでね、多少余裕を持って、他のね、人たちと差をつけられればね、まあ、二次でね、まあ少し、多少ね、多少ですよ、多少も失敗してもね、まあ、負けないかなというような感じですね。まあ、京大の理学部とかね、あんなとこ行けたらね、なんかセンターの、なんか点数無視ですよみたいなとかあったりとかしますけど、まあそういうところは、まあ別にして、ね、まあそういうふうに。ね、センターで多少ねリードできるとかね、リードするとかいうためにもね、まあこの辺のね主要3科目ですか、ここはしっかりとねやってる方がいいかなと思いますね。はい、まあこのねやるのに飽きたらちょっと生物やろうかなみたいなね、それぐらいの感じでいきましょう。はい、まあね、入試皆さんがね本当に突破できるように僕はお祈りしています。はい、それではね、これで生物難問攻略夏の陣ね、授業は終わりにします。あ、もう一つ、すいません、もう一つ言うことがありました。はい、これ夏の陣ですよね。これ冬の陣あるんですよ。冬の陣があって、まあ夏ねこれやってもらって、冬ねそれをやってもらうと。でその冬の陣はね、11月のまあ終わりぐらいから12月の頭ぐらいにかけてね、まあ入試ね、入試受ける受験年度のね、受験年度の11月から12月の、あ、11月の終わりから12月の頭ぐらいにかけて、まあ、頑張って受けてもらえたらいいかなと思います。まあ、もちろんね、冬の陣の方が少し問題のレベルは高くなってます。はい。それではね、これで生物難問攻略夏の陣は終わりにします。はい。それではね、また皆さんどっかでお会いしましょう。さようなら。